4月18日、武見敬三厚労省は参院厚労委員会でマイナ保険証の利用率に関係なく12月に現行の健康保険証を廃止しマイナ保険証に一本化する考えを示した3月のマイナ保険証の利用率は5.47%と低迷しているが武見氏は廃止後も最長1年間は現行の健康保険証が使用可能であり マイナ保険証を所有していない人には資格確認書が発行されると説明した上で、こう答弁した。マイナ保険証の利用率に関わらず、12月以降の医療機関受診に支障が生じるとは考えていない。マイナ保険証の利用促進に積極的に取り組み、現行の健康保険証については、12月2日から発行を終了し、 マイナ保険証を基本とする仕組みに移行していくつもりだマイナ保険証の利用率は2023年4月の6.3%をピークに8か月連続で減少同年12月には4.29%まで低迷した政府は2023年度の補正予算案に計887億円のマイナ保険証の関連費用を盛り込み そのうちの217億円を患者に利用を進め、利用が増加した医療機関に配る支援金などに充てるとしました。2024年1月からこの支援金制度が始まり、2023年10月と比較してマイナ保険証の利用率が上がれば、利用1件あたり20円から120円を支給しています。さらに、競争意識を煽ろうと、 都道府県ごとのマイナ保険証の利用率を公表しています政治担当記者それでもマイナ保険証の利用率は1月に 4.60%2 月に 4.99%3 月に5.47%とわずかに増えただけいまだ利用率がピークだった2023年4月の6.3%に達していないそこで 厚労省は5月から7月までをマイナ保険証利用促進集中取り組み月間とし、この期間のマイナ保険証の利用者数の増加に応じて、診療所と薬局に対して最大10万円、病院に対して最大20万円の一時金を支給する方針を表明したのです。どう。厚労省はがむしゃらに利用率を上げようとするものの、 ふえふきけど踊らずの状態が続いているそんな中で武見厚労省がマイナ保険証の利用率に関係なく12月に現行の健康保険証を廃止する考えを示したことに SNS では批判的な声が殺到しているまさかの国民の意思表示無視宣言国民の反対を全く無視しての暴挙ではないのだろうか 国民の強い反対運動が必要では。支持率20%内閣の厚労大臣になぜ利用率5.47%のマイナ保険証を押し付けられねばならぬのだ。2月には国家公務員の利用率が2023年11月時点で4.36%だったことも発表され、あまりの利用率の低さに批判を招いてもいた。 そのまま保険証廃止という蛮行に踏み切って一体誰が得をするというのだろうか以下はネットユーザーの反応をまとめたものですなぜマイナ保険証なのか紙の保険証で何か問題になることがあるのか紙の保険証を継続することによりマイナ保険証を推進するための補助金もいらないし手間もかからない誰も損をする人はいないのではないか これほど国民が希望していないものを推進するということは裏に何か利権があるのではないかと疑われても仕方ないでしょう。今の自民党政権は国民のことを本気で考えているのでしょうか。このままでは日本という国は滅んでしまうのではないかと本当に心配しています。私はマイナ保険証を登録しています。調理者でよく行く委員では読み取り機が設置してあり、 そこにマイナカードを置くだけで、保険証確認は終了します。しかし定期的に通っている大病院では各階に保険証と計算窓口があるのですが、マイナ保険証が利用できるのは1階の総合受付にある窓口だけ。そこは常に列ができていて並ばなければなりません。マイナ保険証を登録している私にも証明書が自動的に発行されるのでしょうか。 もし発行されないなら1階の窓口はさらに列が伸びて病気で通っているのに疲れてしまいます不便不親切マイナ保険証登録者にも紙の保険証の代わりになる資格証明書を発行してくださいしかも申請ベースではなく自動的に送ってきてくださいそもそもマイナカードは当初国民に所持を強制することはなく 常時持ち歩くようなものでもないと明言していたし自宅に厳重保管するものとされていたはずだと思うそれなのにどこからか保険証と一体化する話が出てきていつの間にそれがありきの規制路線のように進められるのはおかしいと感じるとにかくこの政権は民意に背くことばかりやっているのに聞く耳を持つとか一体どういう了見だろうか むしろ全然国民目線のかけらもなく、国民につけを押しつけるばかりやってる一方身内には納税免除など甘い情実人事横でラブスターにも程があると思いますが国家の進むべき方向と人々の暮らしを正しい方向に変えるためにも次の選挙で彼らに真の民意を思い知らしめる必要があると考えます多くの議論がマイナ保険証の利便性についてですが 医療機関のの受診情情情情報報報報や投薬情報は、個人情報のうちでも一番ナイーブななじゃいいかと思います。例えばコンタクトレンズの調整に眼科に行ったり湿布薬をもらいに薬局に行っただけでもそこでマイナ保険証を提示して認証すれば自分のそれまでの例えば肛門科や婦人科への通院やそこで処方されたお薬の種類が。 眼科のお医者ささんん、や、薬薬局の薬剤師さんそして、医療事務の人ににも見られることになります。医療機関向けの説明を見ると、情報内容の印刷もできるようです。それを適正に取り扱ってもらえるかは、医療機関の人の良心を信じるしかありません。政府はもっと、医療機関でマイナ保険証を提示し顔認証、またはパスワード入力をすれば、 自分の個人情報を提供することに承認したこととなります。ということの説明をして、利用促進を図ってほしいと思います。マイナンバーカードができる前の議論にあったことを近年、現実に実行するべく、行動しているだけなのでは官僚さんが、国民総世番号制度のマイナンバーカードを作る利点として、検討当時様々なことがありました。 マイナス要素はあまり議論されてないが結果的には選挙で自民と公明が勝ちましたからマイナンバーカード政策は進められてきたことになる官僚や政治家からすれば反対なんだったら当時自民や公明へ選挙で投票したのはおかしなことだよと本気で思ってるでしょうね選挙で信任されたから国民の代表である国会議員なんだし 有権者は選挙の意味を理解できてる人が少ない気もします。あなたの一票がどんな迷惑で嫌な政策だろうと未来に残る足かせ政策になるんだと知ってほしいですね。国会議員に都合の悪い政治資金規正法や連座制、適用法はなかなか決まらないないのに国民の大多数が反対することはすぐに決まる。まさに国会議員の 国会議員による国会議員のための政治。次の選挙が待ち遠しい。